あなたの人生を阻んでいるのは、私はこの程度の人間だ、とか、あまり多くを望みすぎてはいけない、といった、あなたの内側に固く染みついた言葉の呪縛です。私には、大それた望みを叶える力はない、という自分自身の信念が、あなたを今の現状に縛りつけているわけです。この信念は何によって作り出されているかといえば、言葉によってです。これまでの人生において、あなたは他人からそう聞かされてきたし、自分でも自分にそう言い聞かせてきたはずです。たかだかそんな言葉にさらされ続けるだけの単純なことで、人間は、自分はこの程度の人間だ、とか、自分にはできない、などと思い込んでいます。言葉というのは、大変危険な代物です。しかし、一方で、こうした言葉が持つ力を逆方向に利用してやることは簡単なことです。単純に言えば、私はすごい人間だ、とか、自分にはできる、という言葉を自分で自分に言い聞かせるわけです。たったそれだけのことでも、人間のマインドは非常にポジティブに変わってしまいます。アファメーションの技術を学び、それを使いこなせるようになれば、さらに大きな成果が生まれます。人生のゴールを達成するために、必要なことがよりはっきり見えるようになり、毎日の行動と選択は自動的にゴール達成に必要なことに集中するようになるのです。このように言葉というのは諸刃の剣です。うまく使いことさえできれば、これほど強い味方はありません。しかし、そうでない場合は、これほど人間をダメにしてしまうものもないと言えます。言葉が人生を決定する。ルー・タイスは、様々な機会を見つけては、このことを人々に伝えました。言葉が持つ力を彼ほどはっきりと提示した人物を私は知りません。ルー・タイスが言う言葉が人生を決定するは、実は世界が言語によって成り立っているという確固とした認識によって生み出されています。すべてを規定する言語世界に生き、その世界で人生のゴールを達成しようとすれば、言葉が与える人生に対する影響力をそのくらい重く受け止めなければならないわけです。そこで、ルー・タイスはあなたにまず自らにこう語りかけるよう勧めます。私はもっと大きな人間になれる。もっと多くのことができる。もっと多くを手にすることができる。まずは自分のことから始めよう。自分に語りかけることで可能性を切り開こう。これはアファメーションの中で
彼が最初に読者に示した自分の可能性を引き出すためのアファメーションです。しっかり自分に語りかけることができたでしょうか。自らに語りかけることがまだしっくりと来ないかもしれませんが、これはアファメーションを身につけるための第一歩です。繰り返し行えば、自分に語りかけることにもっと自然な感じで馴染めるようになっていくはずです。